外へ行こうとするのを力ずくで引き止めたんだ。まだ付けも払ってもらってねえしな。ここならしばらくはしのげると思ったが、長くは持たないかもな。あのお友達はあんたが呼んだんじゃないの？冗談だろう。ちょっと挨拶してみたが間違いねえ。 あれは天界や魔界の連中とは違う。混沌界の住人、つまり、お前たち人間のお友達だ。人間の？やつらはホームンクルス。人間が作った生態兵器だ。俺もさっき会ったばかりなんだが、名前はビオーラ。 私はあんたの。いや、そんな事よりもう時間がない。このままじゃこの世界が消滅して街も人々も全てが消し飛んでしまう。じゃああんたが奴らを連れてきたの？ね、もう違う。奴らはイナゴのようにマルチバースを次々侵略して 片っ端から消滅させているんだ。お願いだ、信じてくれ。時間がないんだ。ベヨネッタ、ジャンヌ、あんたたちが必要なんだ。お前、なぜ我々の名前を知っている？魔導術も少々心得ているようだが。それは 私のいた世界で出会っているから、無数に存在しているマルチバースの中の一つの世界で。だが消滅した。あんたも、あんたも何もかも消えた。奴らの侵略はさらに激化してる。残るマルチバースはもうあとわずかだ。 マルチバース？それが本当だったとして、奴らの目的は何なの？そいつは引き捨てならねえな。お前さんの言うことが本当なら、これは人間だけの問題じゃねえ。三位一体世界の中でも、ここ混沌界は無数にある宇宙が重なり合った多層構造を成している。それがマルチバースだ。 その宇宙を一つ一つ消滅させてるとしたら、いや、消滅というのは正確じゃねえな。正しくはマルチバースを分解して一つに統合しようってさ。薄くスライスされたハムを細切りにしてでかいミンチの塊にするようにな。
それが本当にできたなら魔界も天界も一瞬で消し飛ばせる。そんな力が手に入るだろうぜ。さすが博学ね。私たちにどうしろと？手短に言う。ミッションは二つだ。ジャヌ、あんたはこの世界のどこかにいる協力者、シグルズという名の科学者を探してくれ。そしてベヨネッタ、私と一緒に来て、これと同じものを集めてもらいたい。シンギュラリティを倒す鍵となる、この混沌の歯車。そして、その使い方を知る唯一の協力者、シグルズ博士。どちらか一つが欠けても、この世界は終わる。はあ、こんな神器臭いところにいてもカードくらいしかやることないわけだし。言ってあげてもいいわよ。それでこのくだらないバカ騒ぎが終わるならね。詳しい話は道中聞かせてもらおうかしら。わかった。ところで、こいつは一体何なんだ？侵略者シンギュラリティ、そいつは誰よりも早くマルチバースの構造を解明した。そして自らの宇宙をアルファバースと名付け、他の宇宙を滅ぼし始めたんだ。奴を撃つ方法は一つ、アルファバースに直接乗り込むしかない。でも私たちはマルチバース間を自由に行き来できない。全てのマルチバースをつなぐ一箇所を除いて、かつて未知の世界との交信を研究する魔女と賢者たちが作り出したという伝説の島。絶海の孤島トゥーレだ。その地図にも載ってない島なんて本当にあるの？信じれば道が開かれる。見ろ、あったぞ。なるほど。ねえ、私たちの行動見られてるんじゃない？まさか、やつが。降りよう。これ以上は危険だ。
ここでよかったかしら。足手まといにはならないでね、キティ。キティって呼ぶのやめろ。ネッツァ、私一人で大丈夫だ。あの蜃気楼のように見えるのは、ああ、きっと次元を超えた先にある他の平行世界だ。この島を作った人々はここで他の世界の様子を観測していたのかもしれないな。立ち止まっていても仕方ないわね。何これ？魔力に反応して開く箱のようなものよ。この島に魔女がいたというのは本当のようね。
我ら闇は不滅なり。月の光に似た波動を感じる。さしずめ魔力の泉ってところかしら。なかなか面白そうなシーン。でも妙な壁だな。魔力のこもったノックで開くのよ。壁のささやきも聞こえないようじゃ魔女失格ね。アトラクションかしら。これはまさかマルチバースを移動するための装置か。ちょっとベヨネッタ、あんまり勝手なことしないでよ。あら、もう手遅れみたいよ。しばらくお別れのようね。無事を祈るわ。そろそろあんたも暴れたい頃よね。
次は。辛抱なのね。私がダイエットを手伝ってあげるわ。HQ、接敵した。距離50。対象は北東に向かって移動中。遅れ。こちら本部、了解した。作戦を開始せよ。
了解。打撃用意。撃て。対戦車砲用意。撃て。HQ、対象は無傷。効果は見られない。繰り返す。効果は見られない。ではちょっと度が過ぎるんじゃないかしら。いいわ、私が止めてあげる。
で歌ってたのね。俺と奴らの区別もつかんとは、ずいぶんさっきだった。至って冷静よ。それは結構だ。今回の騒ぎじゃ天界の奴らの輪っかは稼げそうにないが、混沌が生み出すこの宝玉、これはこれで面白い。もしかして商売の話かしら？ふん、察しがいいな。ゲイツ・オブ・ヘルへようこそ。今回はこいつでお望みのものを都合してやるぜ。もちろん兵糧の持ち込みも大歓迎。特別な物を融通してやろう。ちょっと待ちな。こいつを渡すのを忘れてたぜ。デーモンスレーブを使いこなすお前ならこいつは扱えるはずだ。可愛がってやってくれよ。
呼び出せないよ。
うとご機嫌を損ねちゃうね。それじゃあ私が優しく遊んであげるわ。踊りましょう。